何食べる？君は炙り丼と金目天丼どっちがいいかな。600円って書いてあるよ。あ、一般1000円だった。町民だった。結局さ、レンズキャップさ、なくしそうだから見てきちゃった、うん、じゃあ意味ねえじゃんって感じそうだねえと月見える月、うん、月っていうかもうなんかさ、蛍光灯が反射しちゃってなんだかよくわかんない近づけなきゃダメ。近づけても反射してるね、うん、そうちゃうやられるとこだったぜ。なんでそれやってんの？違う。そう、かかるほど長くねえだろうよ。ひどい。よし、パッツ。ひどい。行ってきまーす。出発。出発。新しい試み。頭上カメラでございます。ゴー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 。すれ違う人に異様な目で見られちゃうかしら。じゃあ下田まで一気に行きますよ。ここがあれでしょ、こっちかな、こっちかな、こっちから10ってあのほら野村博信が何日間か行ったと思う。毎週見てたよ俺。あの時はなんかさ、あれ見てさ、田舎暮らしに希望を持ってたけどさ、田舎暮らしそんな甘いもんじゃねえよって思ったね。実際やってみたらやっぱり働くとなるときついよね。なんかまあずっとこっちに住んでたらなんとも思わないのかもしれないけどさ、こんだけやってもさ、これしか給料もらえないんだって思っちゃうもんね。やっぱ使うところもないからさ、別にそれなりに生活できないわけじゃないんだけどさ。さあ間もなく到着。看板出ましたよ。外国資本ターミナル。本当？これどこだっけ？ここだっけ？うん。わかりづら。10時半。100キロ近くあるんだけどな。あれあれあれ。もう全然ねえよ。到着。お疲れ様でした。やって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 や50% かぼちゃコロッケも 50%。 ご覧になりました。安いです。東急百貨店は吉祥寺にあったの。東急百貨店でうちの弟とファミコンのソフト買いに行ってさ、千円札でさ、お年玉で食べて払ったらさ、なんかさ、レジのやつにさ、お金は揃えておきましょうって言われてさ、超いいだと思った。今だったらクレーム事案じゃないそれ。百貨店のさ、店員がそれ言ったら客に。どうぞ。逆だよ。おっくら動かしちゃった。しかし、それはつまんないんだけど、どうしたらいい。来年はジムコンでしょ。やって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 やっ
疲れっすねって感じ。これさ、ちっちゃいのものとかだったりやけど、ジョンもそのコップ、大きいコップはちょっとこんなもんやけ、俺のせいにされた。治療寝坊して朝ごはん食べれなくなりましたので、昼営業まで待ってこれから食べに行きます。何食べる？君は炙り丼と金目天丼どっちがいいかな。でも普通のエビとか入っちゃうんだよな。これにしようかな。俺そっちにしようかな。地魚刺身。はい、お客様ですね。お待たせしました。お客様、100万円のお客様、こちらです。こちら。こんなです。なるほど。この書いたところは、ひらきんめ、とろきんめ、かしきんめ。それが犬走り島堤防だよ。あれも立ち入り禁止になって、昔あそこ釣り人がずらっとあの堤防並んでさ、海に抱かれて、あそこに行けんの？俺あそこ釣りしたことある。弁天島とかいう。そこの前にいたハイエースの人にさ、めっちゃ見られたなと。なんで見てくんだろう。さあ、多分俺のこの帽子。帽子になんかカメラついてるよ。ここ30分100円。これは来たことないね。なんか石碑立ってるよ。史跡長楽寺。行ってみるか。大丈夫。立ってさ、すごい階段なんだ。あ、すごいおしゃれ。おしゃれだね、ここね。なんかもっと若者がいても良さそうな感じするけどね。いまいち流行ってねえな。でも観光客は来るんだろうね、これ。こんな風に作ってあるから。あ、せっかくさ、せっかくね。いや、あの橋大丈夫だろ。落ちそうじゃない。歪んでる。すっげえ歪んでる、怖っ。シャレた店だな。マルゲリータ1600円。すごい船着き場みたいになってる。水量が全然だね。一応水門ついてるんだけど、サビサビで水門になってないけどな。もう穴開いちゃって。ここが行き止まりか。もうこの辺海の水入ってんだろうな、きっと。下田市旧沢村邸。これ入れるみたいよ。下田町井さんだって。テーブルすごい。旧沢村邸入館される方へマスク着用、アルコール消毒、検温、住所氏名記入、ソーシャルディスタンス。入る？うん、こんにちは。はい。はい。ああ、庭広いね。クラギャラリー、ここねか。ちょっと行ってみますか。よいしょ。大久保福子先生。このクラスすごい。今直してるけどな。なんだかよくわかんないけど、なんかどうなってんのこれ。あ、川なのかこれ。すげえな。ただこれ何すんの。何の使い道がねえじゃんこれ。そういうもんじゃないの、芸術。あ、これ川なの。すごいな。
このさ、サッシじゃなくてさ、このレールがさ、すごい懐かしいと思う。ああ、ここにこう座って、うん、もう最高じゃん、ここ。すごいな、ここな。もう一個ある地、ほこらみたいになってるね。うん。戻ってきた。うん、戻ってきた。怖い怖い。あった？あった。随分混み入った駐車場だな。普通がちっちゃかったじゃん。うん。どうしようかな。1個しか買ってない。うん、そう。ハイボールにしようか迷ってるわけ。はい。はい、すみません。レッツゴー。えい、終わっちゃった。結局観光回り歩いてる時は大丈夫だった。ほら、黄色いの見えるでしょ。このこと言ってたのか。うん、すごいね。うん、すごい。あっち行き。わー、すごい。これはすごいわ。横向けとかね。じゃあ、ほら行くよ。道の駅通過します。風呂入りながら見てんだろ、これ。それだよな、きっと。割と車止まってんね。こっから入んだ、これ。この旗のところあたりかな。600円って書いてあるよ。あ、一般1000円だった。町民だった。運の湯会館に到着いたしました。温泉入り口、あ、レストランはレストランで別の入り口があるんだね。うん、だから食事のみ OK って書いてあった。